高千穂アマテラス鉄道株式会社は、かつて、宮崎県北部で、高千穂線を運営していた高千穂鉄道から同線を引き継いで運営する計画で設立された会社である。2018年時点で、高千穂駅高千穂鉄橋約 5.1km を観光向け保存鉄道として運行中である。2006年3月に、新和高千穂トロッコ鉄道として設立。 目的が口実のように、鉄道記念公園での保存鉄道の運行に変わったことから公募で決定した高千穂天テラス鉄道に2008年4月1日より解消した。高千穂鉄道の事業を引き継ぐために第一種鉄道事業者となることを目指したが、事業計画の妥当性と資金力が問題となり、許可を得ることを断念。当面の目標として、 高千穂駅日の影温泉駅間について、鉄道記念公園の指定を受けるとともに、高千穂駅天岩戸駅間において遊具という形ではあるが、単なる動体保存ではなく、保存鉄道としての列車運行を目指している。ただし、将来的な目標として、第一種鉄道事業者への申請計画はある。したがって、敷地及び設備等については、高千穂鉄道から、 地元自治体が譲り受けるとともに、高千穂マテラス鉄道は、公園管理者及び遊具運営者としての位置づけで、列車を運行する方針とした。2010年より、休日に高千穂マテラス鉄道オリジナルの車両、スーパーカートで、高千穂駅天岩戸駅の約 3km 間の往復運行を開始した。2013年7月20日からは、天岩戸駅の先にある、 高地保鉄橋を渡って往復する運行を開始している。現在は 2500cc ディーゼル動力車2両をプッシュプル運転するグランドスーパーカートと保線用エンジンカートを運用している。なお、保線用エンジンカートはほとんど乗ることのできない貴重な車両である。同鉄道のグランドスーパーカートトンネル内走行風景2018年時点で 高千穂駅高千穂鉄橋約 5.1km をスーパーカート、グランドスーパーカートなどにより保存鉄道として運行している。毎月第3木曜日はメンテナンスのため休園する。このほか、ディーゼルカー TR-202 の運転体験も実施している。運行期間、運行時間帯、運休日などの運行状況はホームページで確認できる。駅構内には 高千穂鉄道時代の車両基地もあり、乗車券や入場券を購入した人は自由に見学できる。旧高千穂鉄道高千穂線の路線を利用する計画。軽トラックを改造し製作した定員18名のカート。2021年現在、運用休止中トーイングトラクターを改造した、動力車で牽引する定員60名のカート。保線用車両、ただし、 乗客が一組貸し切りの時かつ晴天時にしか乗車できない。公式ホームページ。高千穂アマテラス鉄道株式会社公式サイト。2019年3月1日閲覧。新和高千穂トロッコ鉄道新社長に作家の高山文彦さん。m s n 産経ニュース。産経新聞。オリジナルの2008年1月20日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20080120212603/http://sankei.jpmsn.com life trend 080119 trd 0801191807009n1htm2019 年3月7日閲覧 新型トロッコ大人気高地歩アマテラス鉄道。宮崎日日新聞。オリジナルの2014年4月13日時点におけるアーカイブ。https web.archive.org web 20140413174440 http www.47news.jp ローケルニズ お出かけ、2010、04、ポストマイナス20兆14億3千1 0万4551、HTML2019 年3月7日閲覧。天岩戸駅まで延伸アマ照ラス鉄道、幸せ号。宮崎日日新聞。オリジナルの2014年4月13日時点における、アーカイブ。 https://web.archive.org/web/20140413155856/http:/www.47news.jp <ッ>ローケルニーズお出かけ2010-08ポストマイナス20兆18億110万3630 html2019 年3月17日閲覧 公開情報高千穂マテラス、鉄道公式サイト、代表者挨拶、地震を受けて高千穂マテラス、鉄道公式サイト、ありがとうございます。